中山新監督が率いるアスルクラロ沼津が挑む今年の J3、 全部で20チーム戦う J3 ですが、今年は監督の顔ぶれにも注目です。実はこれだけいるんです。20チーム中9チームとほぼ半分を占めています。中でも注目なのがジュビロ時代、中山新監督とツートップも組んだことがある松原芳香さん、松原さんは岩手グルージャ盛岡の新監督に就任します。そして福島ユナイテッドの服部俊博監督も中山新監督のジュビロ時代のチームメイトです。さらに中山新監督とともに2002年日韓ワールドカップ日本代表の元エスパルス戸田和幸さんは SC 相模原で監督のキャリアをスタートさせます。これだけじゃないんです。さらに県民に嬉しいニュースが入ってきました。今日元ジビロ監督の七海博さんと、そしてこちらもジビロで活躍した前田良一さんの日本代表コーチへの就任も発表されたんです。選手として日本を沸かした静岡ゆかりの元選手が監督としてどんな戦いを見せてくれるのか目が離せません。